アルミと水ってめちゃくちゃ相性悪いんですよ。うん、問題が起きにくい、長持ちする、うん、長く使える、しゃがいなとプイってしちゃう、うん、終わんないんだよ。Ride the shovel head. 去年の年末ぐらいかな、うんうん、販売プラスエンジン修理、うん、81年の FXS、うん、オリジナルペイントのローライダー、うんうん、でこれ不動だったんですよね、うんうん、前に動画で出したあの、そうだよ、水没してたエンジンだよね。水没じゃないけどね、入荷してた、うん、そうそうそう、おそらくね、エンジンだけなんで、うん、ガスキャップに水が入ったか、うん、キャブから吸ったか、うん、どっちかだと思うよ、うんうん、でキャブもアルミと水ってめちゃくちゃ相性悪いんですよ、うん、コロージョンっつって溶けちゃうのね。ああそうなの、うん、うん、アルミとね水はね、うん、本当に相性がある。うん、あとねもう一つ言おうか、うん、これすごい多いんだけど、うん、アルミとクロームのスポーク、うん、めちゃくちゃ相性悪いです。アルミとクローム、あー電位差っていうのが起きて、うん、イオン、これ疎いんだけど、うん、イオンにより、うん、クロームが剥離します。必ず、うん、アルミリムでメッキのスポーク、クロームスポーク、うん、で同様にあっちのバイクは、うん、アルミのポリッシュのキャリパーあるじゃん、うんうん、そこに俺使わないんですよ、うん、クロームのフィッティングって、あクロームのフィッティングってあるでしょ、うん、で俺ステンレスのフィッティング使うんですよ、うん、一番高いんだけど、うん、長持ちするから、うん、日本水多いじゃないですか、うんうん、だからクロームのフィッティング俺使わないんだけど、うん、クロームのフィッティングも全部フレーキングっていうんだけど、日本だと花咲くっていうけどさ、うん、英語だとフレーキングっていうんだけど、なんていうんだ、弾けちゃう、うんうんうん、それもだから電位差によってなるよね、うん、ここ地はさアルミじゃん、うん、でもクロームかかってるんですよ、うんうん、こういう場合は大丈夫。これはね、うん、エンジンだと、うん、まずちょっと自慢ね。ちょっと自慢、うん、前にエンジンの時も説明したけど、うん、ノーマルの純正のカバーにクロームかかってます、うん、ああこれね、あのアジア製じゃないです、うん、社会だね、うん、でそれにブッシュを入れ替えて、うん、とかやってるから、うん、問題が起きにくい、長持ちする、長く使える、アジア製がどうとか、うん、そういうのもあると思うけど、うん、キッカーカバーなんかも使えるレベルじゃないから、うん、社外のキッカーカバーのさ今売ってるやつね、うん、昔のはそんなこともなかったと思うけど、だから純正のコアを探して、うん、ブッシュとか入れ替えて使う方が、うん、100倍ぐらいかな。うん社外の後プイってしちゃう、うん、使わないアジア製のね、うん、キッカーとかね、うん、そんでこれオリジナルペイントで、まあその水のところで問題が起きちゃってたから、うん、エンジンパーツもとにかくボロボロだったんで、全て錆びて虫食っちゃってたわけね、うんうん、でそういうアウターレースもフィニオン、うん、ケースの右側のレースアウターレース、うんうん、こっち側のアウターレース、ミニオンシャフトの、うん、で、スプロケットシャフト側はもうなんかベアリングユニットで交換するから、うん、で、コンロットのビッグエンドのロッドローラーの交差までロッドレースも3つ、うん、ジムズの、うん、あ高価なやつね、で、ピニオンレースもジムズの高価なやつね、うん、寸法合わせして、うん、カムカバブッシュは入れ替えて、うん、でピニオンギアもボロボロに、うん、フリーザーバルブもボロボロにでそういうのを持ってた新品じゃない、持ってた中古の純正のに変えたり、うん、でタペットローラーは、うん、ボディは大丈夫だったって動画でやったけど、うん、ローラーを打ち替えて、うんうん、でまあ、そこをオーバーサイズしなかった、うん、コストの面もあるし、うん、でロッカーアーム周りもシャフトは新品にしてない、うんうんうん、ブッシュだけ入れ替えてる、うんうんうん、でバルブ周りはシートリングまで入れ替えてる、うんうん、お金はすごいかかってる、うんうん、そこまでやって儲かんの？出んの？ねえ、
やりましたよ。だからすごいいいエンジンになるよ、うん、油圧ユニットじゃなかったんでね、ソリッドだったから、そうだった、ね、プッシュロッド変えて、うん、油圧ユニットにして、うん、で持ってるパーツで入れました、うん、純正の、うん、まあちょっとくたびれてるからちょっと動かしてダメだったらもう1セットあるから、うん、やってみますけど、うん、すごいやってるよね、うんうん、決まった定額でやってるからさ極力抑えたいけどね、抑えたいけども変えなきゃいけないの変えとかないとね。そうだからちょっと他のところはチューブも変えない、うん、フォークチューブ、ああこれ、ね、漏れてんじゃん、うん、こういうのもパーツ代だけください、お願いしますってお願いしますお願いしますって言ってさ、うん、変えるんだけど、うん、ブレーキもぐちゃぐちゃで、うんうん、ノーマルキャリパー変えたわ、黒だったっしょ、黒はそうだね、まあ、そうか、変わってんの、変えたの、後ろは変えてない、後ろは大丈夫、うん、エア抜きしたのに、うん、なくなっちゃって、スカスカにこの辺がぐちゃぐちゃになってる、うんうん、変えました。でしょうがなくこれもコアチェンジプラス、うん、純正ね、うん、コアチェンジプラスシールも変えました。おお終わんないんだよ終わんないの、うん、そんでその水の件で、うん、でここの虫食ってる時空系が、うんうん、これスタータージャックシャフトって言って、うん、こいつがこうやって飛び込むんだけど、うん、でワンウェイになってるのね、うん、こっちには回んなくて、うん、こっちには回る、うんうん、でワンウェイになってる、うん、でもこの辺も水の影響でやられてるんで、うん、また倉庫探したらガラガラやつが出てきたんで、うん、でこう軸受けはさ、うん、こっちの方が全然いいから、うん、でもここのベアリングがよ、うん、もうなんかぶつかった跡もあるしもう回りもしねえし、うん、モーターは大丈夫、うんうん、だから、うん果てしないんだよなここかこいつとこいつを変えて、うん、ここにね、うん、こいつが収まってない、これもなんか 薄すぎてなんかおかしいんだけど、うん、こう入って、うん、こう入って、うん、まあ、ここにインナープライマリーがいて、うん、こうやって出て、うん、ギュルンって回るわけだな、うん、あ、違うか、こっちに回るだな、こっちに、うーん、でプロクラッチにします、うん、でこいつも、うん、あほらまた、うん、これもさ書体があるよね、うん、あっちについてたのなんか筆記体だったからね、うん、ローライダーってやつ、うん、このカバーもさ Ride the Shovelhead